はい、皆さんこんにちは。今日私からは2点報告をさせていただきます。まず中国山東省への訪問についてです。今年は山口県と山東省との友好協定締結35周年という節目の年に当たりますことから、5月30日から6月3日の日程で山東省を訪問します。私としては初めての山東省訪問になりますので、大変楽しみにしております。山東省では共生省庁と会談をし、35年前に締結された友好協定の精神を継承し、これまでの交流で築かれた良好な関係を維持していくことを確認をするほか、今後の交流に係る意見交換を行うこととしています。また山東博物館で教習日本近代浮世絵名品展の開催や、青島市で山口県の観光や食の魅力を発信をする山口県観光物産プロモーションを開催をするなど、山東省の皆様に本県への理解を一層深めていただくこととしています。なお詳しくはお手元の記者発表資料の通りであります。次に弾道ミサイルを想定した住民避難訓練についてです。お手元の資料にあります通り、弾道ミサイルについて国民の関心が高まる中、国、山口県阿武町の合同によります住民避難訓練を6月4日日曜日、阿武町役場、阿武小学校周辺で実施をします。国の要請を受けてからの合同訓練は全国初となります。訓練としては防災行政無線を使った J アラートの放送による情報伝達や住民の屋内退避等が実施をされることとなります。またこの合同訓練と合わせて県と全市町の情報伝達訓練を行うとともに、防府市および光市では防災行政無線により J アラートを放送することとしています。私としては県民の皆様の生命財産を守るためにも、こうした合同訓練を踏まえ市長との連携を密にして速やかな避難行動が取れるように市長を対象とした研修会を開催するなど、その成果を全県に及ぼしていきたいと考えています。私からは以上です。それでは質問と岩井さん。はい、政権の考えです。弾道ミサイルの訓練について伺います。まず阿武町を実施場所に選ばれたというのはどういった事情になりますか？そうですね、これは先般国の方からですね、 J アラートを使ったですね訓練についてのですね、実施の要請というかですね、話もあったわけであります。我々としてもですね、今ミサイルの発射がですね続いている中でですね、本当にあってはなりませんけれども、いざという時のためにですねしっかりとしたその備えを全県的にしていく必要があると思っておりますから、速やかにですねこの訓練を実施をしたいと思ってですね、各市町の方にですね紹介をしました。これは住民の一緒になってですねやる訓練ということになりますので、やっぱりそのための体制もしっかりと整えてもらわなければいけませんので、各市町の方でそういったことができるところですね、を求めたところも阿武町の方がぜひやりたいという話がありましたので、国の方にもですね、確認をしてもらいながら、この今回こういった形で実施をするということになりました。こういった訓練をですね、今回国から話があった後で言いますと、全国初ということになるわけでありますが、できるだけ速やかにですね実施をして、また情報伝達訓練はこれ全県県内すべての市町を対象にやりますし、防府市光市では先ほど言ったようにですね実際 J アラートを流すというですねこともやってきます。またこの訓練で得られたさまざまな成果といいますか教訓なりですね、そういったものをですねしっかりとこの県内の市長にですね、伝えて、研修会等をですね実施をして伝えていきたいと思っております。それによってですねまた各市長の方でもですね、取り組みをですねしっかりと備えをしていただきたいと思いますし、また各市長の方でもですね、それぞれ、訓練をですね独自に実施をしてもらうということもですね求めていきたいと思っております。で先ほど国からの要請は全国初というお話ですが、状況としては山口県北朝鮮でいうとその標的にしているという話もある米軍基地を抱えている
自治体と、まあ、そのあたりの意識というのは、その速やかにというところでは、しっかり働いたんでしょうか。特に米軍基地ということをですね、念頭に置いているわけではありませんけれども、まあ、やっぱりこういう、まあ、ミサイルの発射が続いている中でですね、まあ、いろいろと懸念も心配も高まっていると思いますし、我々としても改めてですね、国と県、それが県内の市長ですね、しっかりと本当に、いざという時にですね、まあ、どういったその対応が必要なのかというのを改めて認識をしてですね、まあ、その備えをするためにはやっぱり訓練をですね、できるだけ早く実施をして、まあ、そのことをですね、きちんとその全ての市長に、まあ、波及をさせ及ぼしていくということをですね、できるだけ早くやっていきたいという思いは ありましたので、まあ、そういった中で調整させてもらって、まあ、今回実施をするということに、しました。中国新聞の理事です。関連なんですけれど、例えば岩国市はまさに米軍が基地がある場所ですけれど、例えば岩国市でも例えばこういう避難訓練というのは今回検証されなかったんでしょうか。ですね、まあ、これはそれぞれの市長の方でやっぱり住民を巻き込んでやるとかですね、いうことになってきまして、そのためのいろんな準備もですね、いりますので、まあ、そういったところで、まあ、阿武町が手を挙げてこられたので、まあ、そこで実施するわけですけれども、まあ、岩国市の方でもですね、独自に、まあ、訓練をやるような検討をしているというふうに聞いて、おりますので、まあ、それをですね、また我々としてもぜひ、まあ、岩国に限らず各市町にもですね、やっていただきたいと思っておりますし、まあ、そういう調整をしてまた実施をしていただきたいなというふうに思っております。加えてなんですけれど、岩岡知事ご自身は例えば現在の北朝鮮情勢についてはどういうご認識でいらっしゃいますか。やはりですね、ミサイルの発射も続いていますのでですね、まあ、県民の多くの方、まあ、日本国全体そうでしょうけれども、まあ、不安をですね、持っているっていうことだと思います。まあ、そういう中で、まあ、国の方でもですね、まあ、訓練ということをですね、具体的に呼びかけられて、いますので、まあ、そういうことで言いますと、我々も速やかにですね、国の方から、国が同じようにその実施主体として訓練をするというのであれば、ぜひですね、まあ、それは速やかに実施をしてですね、課題をあればですね、きちんとそれを潰していかなければいけませんし、住民の皆さんもですね、できるだけその、まあ、県内のその市長とですね、一緒になってその体制を整えていくということがですね、やっぱり安心につながると思っておりますので、まあ、それをしっかりやっていきたいと思っております。まあ、その実際にそのどの程度の危険があるのかということはですね、まあ、これは なかなかその情報も限られている中で各県が判断できるものではありませんけれども、いずれにしてもまあ客観的な状況としてですね、ミサイルの発射が続いている中でですね、そのための備えというのはやっぱりこういう状況の中ではしっかりと速やかにですね、整えていくべきだというふうには思っております。それに関連しまして、ミサイル訓練に関連、知事はこの6月4日の訓練には参加をされる。そうですね。これ前回、この全体的な、国、地方を巻き込んだ訓練の前に県でですね、訓練をしましたけれども、まあ、その時にもですね、これは私としても報告を受けたりですね、いろんなその対応指示したりということがありますので、まあ、そういった中でですね、訓練に関わっていくことになるとは思います。現場ではなく、まあ、全体の一連の中での報告を受けるような。そうですね。まあ、その中で、具体的な、いざ起こった時のですね、庁内的には、情報の上げ方なりですね、意思決定の仕方というのがありますので、まあ、それに従った対応を私としては、その役割の中でしていく必要がありますので、まあ、それをしっかりとやっていきたいと思います。山口朝日報道です。知事は、消防庁にもいらしたことがあると思います。そういった面から見ると、こういう危機意識みたいなものは高いということなんですか。そうですね、もちろん消防庁にもおりましたしですね、まあ、今日も午前中は防災会議もありましたけれども、まあ、熊本の地震でもですね、さまざま実際に現場にも行ってですね、初動の対応の大切さということもですね、まあ、当然国に行ってからもそうですし、まあ、実際 その災害現場でもですね、いろいろと自分でもまあ見聞する中で重要だと思っておりますから、まあ、今日の防災会議でもですね、実際にその体制の整備と、それから特に初動についてまた住民の皆さんの普及啓発ですね、意識、あるいは具体的に、いざ災害なりですね、起こったときに適切な行動をするということはいかに重要かということはですね、しっかりと伝える普及啓発をですね、して、まあ、徹底をしていくということが重要だというふうには思っておりますので、まあ、これは同じくミサイルの訓練でもそうですね、
発射されたという情報が来たときにですね、速やかにこの安全な場所に退避をする、できるだけですね、その健康な建物の中に行くとかですね、窓ガラスから離れるとかですね、まあ、いろいろとこれも、実際にその、J アラートで防災行政無線流れるときにそういった情報も流しますけれども、まあ、そういうところをしっかりとこう伝えるのとともにですね、まあ、実際にそういう住民の方もアクションとしてですね、そういったことを起こしてもらうというのが、被害をですね、自分の身を守る上で一番重要なところになりますので、まあ、そこをですね、しっかり特に最初のところですね、起こって初動のところ、早い段階のところですね、まあ、そこの訓練というのは、とりわけ重要な部分だというふうに思っております。加えてまた関連なんですけれど、例えば政府はミサイルが落下したときに地下に避難するように、また頑丈な建物に避難するようにと言っていますけれど、安倍省には地下内もしくはそれに移るものというのがあるのかというのと、あるいは都市となっている、小学校野球バスケが頑丈な建物と言えるのか、どういうものにしているかと。そこはこれから実際のですね、訓練をする中でよく詰めていかなければいけないところだと思いますが、まあ、どこにいようともですね、まあ、その中で最もその適切な場所にですね、避難をするということが、重要でありますから、まあ、当然、その今回の訓練もそうですけれども、まあ、日頃から、そのあたりをですね、よく意識をして、それぞれの方が、持っておいていかなければ、まあ、いけませんので、まあ、そういったことも含めですね、訓練の中で、しっかりと対応していくということになろうかと思います。毎日新聞の方ですけれども、避難を安全な場所に避難というのは非常に、大事なことだと思うんですけど、国民保護ポータルサイト等を見ててもですね、一番こう、分かんないでいうのは学校現場とかで一体全体どこに避難するしようと言ってるのかというのがよく分からなくて、頑丈なところに避難しなさい、で屋内であれば窓から離れなさいとあるんですけれど、学校の建物って基本的に 窓だらけというか窓しかないので、どこに避難するように、指示をするというのが一番適切と考えていらっしゃるのか、県が考えるのか教育委員会が考えるのか分からないんですけど、そこはなんか、まあ、学校の中の状況、まあ、学校のその作りとかによってもそれぞれ違うんだと思いますね。要するに、まあ、窓ガラスというのはこう、爆風があるからそれによって、まあ、怪我をするということの趣旨でしょうから、まあ、それを防ぐのに今いる場所の中でどこが一番適切かというところをですね、行動しなければいけませんから、まあ、それは一般的なマニュアルももちろんあるでしょうけれども、まあ、個別の箇所の中でですね、それぞれ適切に判断をされなければいけないところで、ありますので、まあ、今回の訓練の中で、まあ、これは阿武町の中でですね、まあ、どういうふうにするのかっていうのは具体に検討がされると思いますけれども、まあ、県としても、まあ、いろんな相談にも応じながらですね、その訓練の内容については考えていくということになるんじゃないかと思います。すみません、朝日新聞です。この訓練についてお伺いしたいんですけれども、この訓練項目の中にポフ市と光市では最善の放送を実施するというふうにありますが、これはこの2社を選んだ理由何かあるでしょうか。基本的に我々はですね、できるだけその訓練についてはですね、多くの自治体に参加をしてもらうことがですね、せっかくまあ国と一緒になってやるわけですので、効果的なものができるだろうと思っておりますので、まあそういうまあ内掛けをしたところですね、今回はこれ先の阿武町もそうですけれども、まあ、自治体の方からですね、こういったことをやりたいということを受けてですね、まあそのやるための体制を整えなければいけませんのでですね、まあそれがまあできるという判断のもとで、一緒にこうやりたいということでありますので、まあそれはぜひということで一緒にやるということであります。まあ県の方がですね、いろいろやりたいのに、お宅にやってくださいとか、そういったことを調整しているわけではありません。全然別件なんですけれども、4月の下旬に市国交省が下関を訪れて、下関北九州道路の建設が想定される現場を視察されたんですけれども、でその時に知事も同行して案内をされたと思うんですが、その時に知事具体的にどのような説明をなさって、市大臣側からはどのようなリアクションがあったのかということがですけれど、あと遠くない時期にですね、国交省の調査予算もついてますので、国交省と自治体を含めたような形での検討をするような組織が立ち上げられると思うんですけれども、それを踏まえて、改めて今の見解をお願いいたします。そうですね、大臣にはですね、まあ、実際に現場に来ていただいてですね、我々もこの切実な実情とかですね、
いう部分もしっかりとお伝えする、機会になってですね、大変ありがたかったと思っていますけれども、私はその場で申し上げたのはですね、実際にその橋やトンネルがですね、建設からもう50年以上になり、50年近くですね、それぞれ経っているという中で、非常にこの老朽化が進んでいて、通行止めですとかですね、そういったことが頻繁に生じているという、状況、それからまた実際に関門海峡にも行っていただきましたので、いかにこれが近い距離にあるかというところですね、実際に間近で見てもらいながら、例えば普通の川に例えるとですね、結構幅の広い川でですね、本当に数キロの中に20分ぐらい橋がかかっていたりとかあるわけですね。ところがこの関門海峡は橋に見立てると、その橋とトンネルのところですね、川に見立てると橋とトンネルのところで一箇所でしかつながってないということであって、災害等に対しても非常に脆弱で、ありますしですね、地域の中でのそれぞれその関門のですね、ポテンシャルを伸ばしていく上ではですね、ネットワークとして非常に脆弱で、ありますので、多重性ですとか代替性っていうのが必要なんですよっていうのをこう現場でですね、お話をさせてもらったところであります。大臣はすでに国会の答弁においてもですね、他の海峡団のプロジェクトとここはですね、違うというような認識も示していただいて、おりますしですね、基本的に、この下関北九州道路のですね、必要性等については、ご認識をいただいている中でですね、私の説明についても納得をいただけたものだというふうに思っております。で、今回国の方で予算が、措置をされまして、具体的なその、ルートとか構造とかですね、手法だったりとかですね、そういったことについて検討していこうというためのですね、関係自治体主になった予算についての補助がいただけるということでありますので、今その体制につきましてはですね、関係自治体、国にも相談しながらですね、考えております。その中ではですね、これ大臣にも申し上げましたけれども、やっぱりこのかなり大規模な事業になりますし、専門性も高いのでですね、国の方にしっかりとこれは入っていただきたいということをですね、お願いをしておりまして、そのことも大臣の方からもですね、基本的にはそういった考え方についてはご了解いただいておりますので、そういった関係自治体と国とか入った形でですね、その検討会をですね、立ち上げてい、きたいと、今調整をですね、しっかりと進めているところであります。検討会の中で具体的にこうどのような話がなされるかについてのこう期待感みたいなものは、実はおありですか？そうですね、必要性については一定理解をいただいている中で、具体的にどういうふうな形でですね、作るべきなのかというのが、あります。これはその専門的にですね、どんな構造になるのかとかですね、いったこと、ルートもですね、さまざまその地域の現状のその交通のいろんな体系、あるいは道路のインフラの状況の中で、どういうルートがあり得るのかっていうのはですね、これ10年前にも少しざっくりとした検討はあるんですけれども、より、具体的な検討をですね、していくということになると思いますのでですね、さまざま専門的な国からも、専門的な観点からのご支援もいただきながらですね、よりこう実現に近づいていくための具体的な検討ができればいいなと思っています。他にございますか？発表もちょっと離れますけれども、岩国基地の関係でですね、福田市長は普天間の投資について、発射という発射策という発言をされました。それに対する知事 のお考えと、知事としてどういう形でこの、知事ご自身が見通し語っているかどうかというところにですね、判断をしていくのか、副市長は現地視察をされて、現地の工事の進捗状況とか、国の説明を受けて、そういう判断されましたけれども、知事自身はどういうふうに判断されるのか、風邪ですね。はい、市長は市長の考えでですね、沖縄に行かれて、会見の場でもいろいろとコメントされているのは承知をしておりますけれども、私は従来から言っている通りでありまして、まずその、この空母艦載機のですね、移中についての判断はですね、地元の市長の意向を踏まえて、その判断をするということでありまして、それと、合わせてですね、普天間基地の移設の見通しが立たないうちに、
空母艦載機の一部のみを切り離して進むことは認められないというスタンスがありますので、まあ、それについてのですね、あの判断を合わせてしていきたいと思っておりますから、まあ、現時点でですね、それについて申し上げることはないわけでありますけれども、ただまあその観点につきましては、これも従来から言っております通りで、ありますけれども、まあ、普天間のですね、移設をめぐる、まあ、動向と、それからそれに対して、まあ、国がどのように対応しようとしているのか、まあ、国の方針をですね、確認をして、その上で判断をしていきたいと思っております。この中で、今後なんか岩国市長とですね、まあ、その視察を得られた、まあ、市長と、まあ、その移設の見通しに対する考えについて、まあ、なんかこう話を重ねてとかですね、そういうことは受け取らない。まあ、それは今はないですね。うん、関連で中国人です。例えば岩国市長と同様に関西機に受け入れの是非を判断する前提として先に普天間の見通しの判断というのを、まあ、示されることも可能かと思うんですけど、その、まあ、地元の一応判断を受けてから判断されるという従来スタンスをもう少し分かりやすく説明します。これはですね、まあ、そもそもこの、この普天間移設の見通し立たないうちに空母艦載機の一部のみを切り離して進めることは認められないというこのスタンスは、その一部の時期についての話をしているんですね。で、そもそもその一部を受け入れるかどうかという判断が先にあって、その上で今来てもいいのかどうかという判断、その基準なわけ、ですので、基本的には前後関係として戦後関係としてはそちらの方、まあ、逆転するというよりは、まあ、それを一緒に、まあ、まあ、一緒にか、まあ、その後かですね、まあ、そういったタイミングでその決めるという、まあ、物事の順序としてはそういうふうになるという、まあ、そういう理解のもとでですね、まあ、これまでその一応のそもそもの判断自体がですね、先にあってですね、で、それとは別にその時期の問題というのは先ほど言ったその基準に基づいて考えるということで、あります。戦後関係はそういった形での整理ですね。もう一点、今後国の動向を見ながら判断されるということでしたが、先般いらっしゃった宮沢政務官の方は、昨年度の和解合意と最高裁判決を受けて、まあ、事業を進めるというふうにおっしゃってまして、まあ、国側としてはもう見通しがついたという説明なさっているのかなと思うんですが、一方で、岩国市長が沖縄視察された時の名護市長が、まあ、移設は進んでないというふうにおっしゃってまして、沖縄側と国側の対立構図がすごく深まっているようにも見えるんですけど、この点については市長、こちらいかがですか。そうですね、沖縄と国との間でですね、まあ、いろいろとこの普天間移設、まあ、辺野古への移転についてですね、意見の対立がありますし、まあ、ご案内の通り裁判等もあってですね、調整中であるということであろうというふうに思っておりますので、まあ、それはそれでよく国の方と沖縄の地元の方とですね、よく話をしてですね、進められるべきものではないかというふうに思っておりますが、まあ、我々としてはまあ、その問題と、それから、まあ、そのものということではなくてですね、県としてはこの移設の見通しが立たないうちに、さっきことから言っている空母艦載機の一の目を切り離して、そのことは認められないということについては、従来から言ってます通り、それをめぐる動向と、それに対して国がどのように対応するかということを見てですね、判断をするということにして、おりますので、まあ、そういった考え方で、まあ、検討し判断をしていきたいということであります。岩国市長のように例えば沖縄県知事と面会されて沖縄の話を聞かれる、沖縄を視察されるというお考えはございますか。それは私は持っていないですね。まあ、繰り返しになりますけれども、そこのについてのその政府、まあ、対応を見ていくということなんですが、まあ、それはですね、まあ、もともとこの話をどうして基準に入れているかといいますと、まあ、民主党政権時代にですね、普天間の移設の話っていうのをこう少しこう棚上げていますが、まあ、どうするかっていうのを検討しましょうとなって、岩国は岩国で別にこれはこれで進めますという閣議決定をされたのがあります。まあ、我々もともとこれはパッケージでですね、進めるという中でこれについてまあ理解をしてきたわけでありますが、まあ、そこが切り離された形になって政府の方でですね、されましたので、まあ、それは話が違うじゃないかということでこの基準を作ったというまあ経緯がありますので、まあ、そこの政府の方のスタンスというのをしっかりと確認をするということがですね、重要、もともとのそのこの基準を作ってきた時の考え方にまあ沿うわけであります。まあ、そういったことで従来からの考え方を説明しているということですね。
米軍再編自体が一つのパッケージ で目的としてその沖縄の負担軽減というのもあるかと思うんですけど、となるとその、まあ、国側の動向に加えて沖縄側の、まあ、本当に地元の負担軽減につながるのかというところも沖縄側の意見として伺うべきかなと思うんですけど、そのあたりはいかがか、繰り返しの質問になりますけど、ですからその負担軽減というのが、まあ、普天間基地の移設ということをですね、やる中で進めていこうということなわけですね。まあ、それとですからこの、岩国基地への移住というのは、まあ、パッケージのものですよというところが、まあ、切り離されることなくですね、まあ、こっちはこっちでちゃんと進めますよということなのかどうかというところに疑義があったので、まあ、その基準を設けているわけ、ですね。ですから、まあ、そこのスタンスを、国に確認するというのが、まあ、基本的にその必要な部分だという認識ですね。名護市長の、全く移設は進んでないというか、今回の岩国市長への発言というのは、知事はどう受け止めていらっしゃるか。そのことについて、まあ、それぞれ地元の思いとかですね、いろんなことがある中でのご発言だったと思います。私も直接それを聞いているわけではなくて、まあ、報道でですね、聞いたものでありますので、そのことについて直接コメントをするというのはですね、控えるべきかなと思います。他にございますか。岩国さん、関西圏の問題に関しては、今後、まあ、岩国市でですね、住民説明会だったりとか、まあ、各島々のですね、判断というのになってくると思うんですけども、まあ、もし各島々の判断が6月議会でなされた場合は、県としての判断のところに議会ということになるんでしょうか。そこはまた仮定の話ですので、何ともお答えをしづらいところでありますけれども、まあ、我々としてはその市町の方でですね、市長、市と町の方でですね、それぞれが判断をされればですね、まあ、県としてはそれを踏まえて判断をするということでありますので、まあ、それ以上長く引っ張るような意図的に何か引っ張ることもありませんしですね、まあ、それを踏まえて速やかに、まあ、検討して、判断をしていくということになるんじゃないかと思います。県の判断としては基本姿勢、基本スタンス、まあ、ご項目残っているのは地元の意向と、まあ、普天間の見通し、そうですね、うん、それ以外に管理する要素というのはあるんでしょうか。それ以外には基本ではないですね。我々が基本スタンス等で申し上げている通り、判断基準をお示しをしておりますので、まあ、それ以外の要素を今新たに加えるとかですね、そういったことは考えておりません。それとですね、今月の25日に、まあ、政府要望にされるということですけども、まあ、どこに対してどういった要望されるかというのをちょっと教えていただけますでしょうか。これまた日程、まあ、新聞によると日程出てるんですけど、報道されてるんですが、日程は今調整中でありますが、基本的にはこれは岩国基地の関係でですね、まあ、政府要望を大体6月のですね、上旬にやってまして、まあ、今年もですね、政府要望、これはまあ、岩国の話に限らず、政府全体に対してですね、いろんな要望をしていくわけでありますけれども、まあ、その中で、この岩国基地の話についてはですね、ちょっとこう前倒しをして今回、要請に行こうということであります。まあ、その心は、一つは、これは議連の方とですね、一緒になってまあ動いていくという中でのいろんな調整の関係と、それから地元の市長もですね、まあ、一緒になっていくとした場合に、そのそれぞれ議会がありますので、我々の政府要望のスケジュールで言いますと、それがちょっと、調整ができなくなってしまいますので、それをですね、まあ、この前倒しを知ってですね、みんなが揃って、いけるところで参っていこうと、まあ、そういった中で今調整をしております。ということは市議長の議長の皆さんと知事で行かれると、あとは、まあ、議連の方々ですね、もう一緒に行くように調整を今しているところです。訪問先はどちらになるんでしょうか。訪問先もまあ調整中ですけれども、当然まあこの関係に関わっていく、まあ、先ですね、の方に、まあ、調整をしていくことになると思います。どんな要望はやっぱり県交付金のことになるんでしょうか。まあ、これ自体は例年、岩国基地についてのですね、要望、まあ、県交付金に限らず安心安全対策ですとかですね、そういったことをいろいろと要望しております。まあ、それをまあ全部まとめて持っていくことになると思いますが、まあ、当然、県の交付金だったりですね、特措の話もその中に、まあ、これまでも入れてますけれども、入れてやっていくということになると思います。ありがとうございます。他にございますか。市通信です。住民避難訓練の方に戻るんですが、
阿武町以外での実施の方針については、具体的なまあ日時はまだ出ないと思うんですけど、例えば来月中だとか、もしくは夏までにとか、今年中とか、実施予定の場所があれば、そのスケジュールを聞いて。いろいろと各市長が検討されているようですが、まあ、今の段階で私がここはいつっていうのをちょっと言えるだけの角度のものが、角度しかその一定がどうかというのがありますので、ちょっと担当部局の方に聞いてもらって、もしまあ言えるんであれば、それをお伝えできると思いますけれども。はい、あともう一点、25日の政府予防、まんまの予定とか、ちょっと違うと思うんですけど、でも関係省庁への訪問ももちろん検討されているということですが、例えば総理に会うだとか、あと菅官房長官にと面談する予定というのは、検討されているんでしょうか。ですね、まあ、これまでも要望している先についてはですね、同じように要望していくんだろうという、まあ、そういった思いを持っておりますが、まあ、これは相手先のこともありますので、まあ、調整をこれからしていくということですね。こちらはその総理と菅官房長官の面談は要望はしている、今現時点でどこまでやってるかちょっと把握を十分できてないので、また部局の方に聞いてもらえればと思います。中国新聞の井口です。神田崎原発についてなんですけれど、中電の方がその建設予定地の応仁調査をするというふうに発表されましたけれど、これは、村岡知事の方から要請して、例えば着工時期の見通しがつくまでは工事をしないという要請には当たらないのかどうか、お伺いできます。我々の要請は埋め立て工事についての要請でありますので、まあ、このボーリング調査は、陸域で行うものですね。ですので、まあ、これは関係のないものだと理解しています。埋め立て その海域と陸域という違いがあるので関係がないという。そうですね、我々が今免許を許可している埋め立てですね、その工事を進めるのを、ことに対象に要請していますので、それとはまた別の話だということですね。はい、他にございます。憲法改正について伺いたいんですが、先日安倍総理が、2020年に、9条に自衛隊の存在を明記した上で新憲法を適用したいという発言があったと思うんですけど、この発言の指示を受けていますか。まあ国政の場でですね、まあ、総理はじめいろんなその憲法についてのまた議論がですねあるんだろうと思いますが、まあ、まさにこの国政の場でしっかりと議論されるべきことでありますので、私の方からの、コメントは控えさせていただきたいと思います。これで改憲項目に高等学校教育の無償化というのも挙げられてましたけど、そのあたりについての知事の見解、高等学校の無償化についてのお考えを伺いたいと思います。まあ、その憲法の中でどうするかというところについてはですね、まあ、憲法に関わる問題、まさにその国政の場でですね、しっかりとやられるべきものだと思いますので、まあ、そのことについて直接コメントということはありませんけれども、まあ、教育の機会をですね、できるだけ確保するということの趣旨はですね、大変重要だと思っておりますので、まあ、これはまあ、どこにどう位置づけるかということじゃないですけれども、まあ、しっかりとですね、取り組んでいく、まあ、検討してですね、やっていくべきものではないかなというふうに思います。よろしいでしょうか。ケアライス話は変わりますが、ベノパン山口が非常に全県を挙げて応援していこうと、そうですね、が盛り上がっている最中ではあるんですけど、こういう状況だということになっていますが、村岡知事の現時点でのご感想と、今後どのようにしていきたいと思っていらっしゃるのか、そのあたりまあ、私がここでいくら言って、レノファの貸しの数が増えるわけじゃないかもしれませんけど、まあ、非常にレノファという存在、まあ、今回、すべての自治体がですね、ホームタウンになって、まあ、先般も地方創生の関係の協定をですね、レノファと全自治体と一緒になってですね、結ばさせていただきましたけれども、やっぱりその地域を元気にするという上では、レノファっていうのはすごくですね、大きな、まあ、器だと思うんですよね。ポテンシャルを持ってる、と思います。で、まあ、これがですね、まあ、しっかりとこう、なんて言いますか、山口県民活躍してですね、どんどんこう、県民の皆さんが元気になるように、こう、活躍してほしいなというふうに思ってます。まあ、これまで
まあ、もともとは中国リーグにいてですね、そこから JFL、J3、J2 ということで一気にこう上がってき、た中でですね、やっぱり県民の皆さんも大変こう、なんて言いますか、元気になってですね、応援しようっていう機運がこうバッと盛り上がっておりますし、まあ、そういった中で、山口県全体がですね、元気になるようなですね、まあ、そういった、まあ、大きな動きが広がってるなというふうにはですね、思っています。まあ、昨年は、まあ、今の時期は、もう J1 行けるんじゃないかっていうぐらいのこう順位でですね、頑張って、いたわけですが、まあ、今年は一転して今、非常にこの、J3 に落ちるんじゃないかというようなところにですね、低迷をしていますけれども、まあ、こういう時こそですね、しっかりとファンが、支えていくことが、重要だと思います。まあ、このレノファが、まあ、ここ数年はずっと、右肩上がりといいますか、順調に来ている中でですね、初めてこういった、まあ、逆境といいますか、厳しい環境に、あるわけですけれども、まあ、こういう時、だからこそ、まあ、サポーターですね、熱い声援をこう送って、応援をして、レノファをこう押し上げていく、まあ、その力になるべきだと思っておりますので、まあ、ぜひそういう、まあ、皆さんの熱い思いも受けてですね、頑張って、また、いい成績をですね、これからまた上げていってほしいなというふうに思います。まあ、本当に観客動員数とか、やっぱりリーグがこう上がっていくと増えてきますしですね。まあ、今度は7月には、まあ、全県でレノファ応援デーということでですね、まあ、観光物産の PR も全ての市長と一緒になって、やりますけれども、まあ、レノファが伸びていくのと、また県内の各地域がそうしたことを通じてですね、レノファと一緒になって PR することで元気になっていく部分も、ありますのでですね、こうお互いがこう、なんて言いますか、大きく伸びていけるようにですね、レノファにしっかりと、頑張っていただきたいと思いますし、まあ私もしっかりと応援していきたいなと思います。よろしいでしょうか。はい。山口朝日放送です。大学部のあって、GDP が5期連続でこうプラスというふうなことになってますけど、うん、まあ、個人消費が持ち直しているという話ですが、まあ、どのようにお感じになりますでしょうか。まあ、その傾向自体は非常にですね、まあ、素晴らしいことだと思いますし、またこの経済の成長がですね、もっともっとこう大きく広がっていってですね、こう我々実感できるレベルにですね、また大きく伸びていけばいいなと思ってます。まあ、県内の景気はまあ、緩やかに回復しているというような形でですね、まあ、日銀も下関支店も言われて、おりますけれども、まあ、国全体にこう引っ張られる中でですね、山口県もこう、なんて言いますか、山口県の経済も大きく成長して、いけばいいなというふうに期待をしますし、まあ、県としても、まあ、県内の経済のですね、活性化につながる取り組みをですね、まあ、個別にしっかりとやっていきたいと思っております。また、まあ、そういうふうにその景気が良くなっていく中で人手不足が非常に進行になっておりますので、まあ、これも県内の定着ですね、しっかりと県内の企業に合唱とする人材がですね、しっかりとこの、まあ、県内の子もそうですけれども、県外からもですね、まあ、山口に来てですね、働いてもらうような、まあ、そういう動きをですね、これは企業とか、あるいはその教育機関と一緒になって、やる枠組みを作ってますので、まあ、それをしっかりとこう動かしていきたいなと思います。今度は別の話になるんですが、この間政府の有識者会議の方でですね、一極集中是正に関する、大学の定員の方でですね、中間報告案が出まして、そこで、まあ、大学の定員像を認めずというような、まあ、中間報告案があったわけですけど、うん、まあ、この件に関してはいろいろ遠くの行かれたい発言がされています。この中間保管に関しての知事の感想というか思いを聞きます。そうですね、ここまで議論をしてですね、そういった方向を出してもらったことは本当に嬉しく思ってます。まあ、以前からここの場でも何度も申し上げてまいりましたが、まあ、各地方がですね、それぞれまあ、人口の流出を食い止めるための取り組みをする、まあ、そのために、まあ、経済なりも活性化をしてやっていくっていうことは重要でありますけれども、まあ、この東京一極集中っていうのは、各地方の問題というよりは、国全体の構造の問題で、ありますから、まあ、そこに対してしっかりと国としてのですね、対応を、するべきだということをですね、言ってきたわけです。まあ、その一つが、その大学の時期にですね、東京にどんどん集中すると。まあ、これは、まあ、法律の規制も外される中でですね、どんどん定員がこう増えていって、それがまた満たされてさらに増えていくという、まあ、この状況が続いている部分をですね、しっかりとこの国に、
食い止めていただきたいということを、まあ、これは我々としてもこの知事会にも提案し、知事会としても、まあ、意見として国の方に投げかけたということがありますから、まあ、そこをですね、しっかりと有識者会議で受け止めてもらって、まあ、今回、まあ、方針としてこう出してもらったっていうのはですね、大変心強いですから、まあ、これが実際にその実施がされるようにですね、政府としてもこの方針を、まあ、その考え方でカシッとしていただきたいと思いますし、まあ、法規制も含めですね、対応を取っていただくことをですね、本当に強く期待をしております。よろしくお願いします。それでは以上です。